セルジュ・ゲンスブール、セルジュ・ゲンスブール、サージュ・ゲンスブール、1928年4月2日から1991年3月2日は、フランスの作曲家、作詞家、歌手、映画監督、俳優。両親は、帝政ロシア、現在のウクライナのハリコフ出身のユダヤ人で、パリ四駆して島にある、パリ私立病院、生まれ。病名は、リュシアン・ギンスブルグ。 ルシアン・ギンスバーグといった、1958年に、リラの門のキップり、リ、レポアンセナーデスリラでデビューして、以来、反体制的な作風で人気を博し1960年代の、特に後半から1970年代にかけて、フランスのポピュラー音楽にいて、中心的な役割を果たした。作詞に特徴が強く、ダブルミーニングなどの言葉遊びを多用する。また、 時にはメタファーを使って、時には露骨に性的な内容を語った歌詞が多い。女優、歌手のジェーン・バーキンとは、事実婚の関係となり、法的な結婚はしていない、女優のシャルロット・ゲンズブールは、バーキンとの間に設けた娘である。死後はその栄光を称いて、ジャンポール・サルトル、シャルル・ボード・レールなどの著名人が、数多く眠るモンパルナス墓地に葬られた。日本では、 タモリクラブ内のソラミミアワーの常連アーティストとして知られている。ギンスブルブ家はロシア革命の混乱を逃れてきた移民である。ルシアンの父ジョゼフはピアニスト、美術家だったが、移民の多いパリニ2ックシーヌ通り、中国通り界隈に移ってからはもっぱらやばれでピアノを弾いて生計を立てていた。パリで生まれたルシアンは父の影響で幼少からクラシック音楽に親しみ、 絵画にも興味を持っていた。幼い頃は内気な性格だった。青少年期は家族と共にパリ20区、9区、リモージュ、パリ開放少し前に16区に移り住み、9区のリセコンドルセに通った。1947年頃、小遣い稼ぎにギターを弾き始める。1948年に招集を受け、翌1949年までおよそ1年間従軍するが、 この間、脱走を加わらせたことなどから3ヶ月間、投獄されている。それに前後して、ギターで成計を担うようになり、絵画からは遠ざかってゆく。この期間、貧困に苦しんで様々な仕事をする合間に、初めて作曲をする。1951年、エリザベット・レビツキーと結婚する。1954年、パリの有名なキャバレー、ミロール・ラルスイユで、 ピアニストとして働き始める。そこで、ボリス・ビアンの歌唱を聞いて、感銘を受け、これなら、自分にもできると考える。それ以来、セルジュ・ゲンスブールと名乗るようになる。本人の段によると、ゲンスブールの由来は、高校、リセの教師が、ギンスブルグをうまく発音できず、ゲンスブールと読んでいたことで、セルジュは、ロシア風の名前から選んだという。 同時にルシアンというファーストネームに嫌気がさしていたとも言われている。また、ビアンの歌唱を聞き、その反骨精神に感銘を受けたことが、後の作風に影響したという。デビュー前から他の歌手に提供する形で作曲はしていた。ビアンは、セルジュの才能を絶賛していた。なお、ギンスブルグの綴りには、諸説あるが、2006年に発売されたトリビュートアルバム無臭。 ゲンスブールリビジティットのブックレットには、ウィー・ウィッシュ・ツー・サンク、ポール・ギンスバーグという記載がある。ゲンスブールについても、日本では、ゲンズブール、ゲーンズブール、ゲーンズブールといった表記が扱われている。69はネエローティック。69年は、エロな年。バラードでジョニー、ジェーンなどで聴ける本人の発音は、ゲンズブールに近い。フランス語の発音規則に従えばここは、スなのであるが、 フランス語の規則に従えば、全体をガンスブール、またはギャンスブールと発音するのが自然であろう。フランス語では優勢化呼ばれる現象が強く、後の B に影響されて S が Z に近く発音されると考えられるので揺らいでいる。文字の発音は優勢化によって図に近くなった S という記述が最も適当であろう。1958年、セルジュは歌手として メジャーデビューする。デビュー作、リラの門の切符切り、レポアンセナーデスリラは、地下鉄の駅で切符を切り続ける改札係を歌った、ものである。暗い地下から逃げて広い世界に出たいという着想は、ある時、改札係に、何か望みはないかと尋ね、空が見たいという答えを受けたことから生まれたという。歌詞の中では、いろいろな意味に変わりながら繰り返される、トルー。 穴という語が性的な因誘であるとされる。この曲がヒットしている間、セルジュはコンサートで改札係に噴して歌った。1965年、フランスギャルが、セルジュの曲プピレシア、プピレさん、夢見る、シャンソン人形で、ユーロビジョンソングコンテストのグランプリを獲得する。当時ジャック・プレベールに代表される情緒豊かな作品、日本で普通、シャンソンと呼ばれるようなものが主流だった。 フランス音楽界において、それらと比べテンポが早く音数も多い作風である。ことが一線を隠したゆえ一部の反発を受けるが、若い層を中心に絶大な人気を集め、ギャルと共にセルジュの名を一気に高める。その後もギャルへの提供曲は続々とヒットし、ギャルはフレンチロリータという伝統の始まりとなる。ギャルに提供したセルジュの詩を詳しく検討すると、他にも、 皮肉や闇が入っているものがあり、時としてそれは悪意の領域にまで達している。例えば、夢見るシャンソン人形の歌詞は、私イコールアイドルの中身あろう、または詰め物だが、良いか悪いかとも解釈できることから、老人形という詩のイメージに、アイドル歌詞をダブらせるという味が込められているとされる。また、1966年にギャルへ提供した、アニーとボンボン。 で、レスーセッツの現代にある、スーセットという語は、棒状のペロペロキャンディを意味すると同時に、フェラチオの因語でもあった。当時18歳のアイドルだったギャルは、PV で無邪気にロリポップを舐める姿を見せているが、その意味には気づいていなかったと発言している。また、ギャルの後ろで、ロリポップキャンディの着ぐるみを被った数人の人物が、共演しているが、彼らの着ぐるみもギャルが手にしたキャンディも、両者共に、 男性器を彷彿させるような形状で、あことが確認できる。ギャルは、ヒット中には何も知らずに、ティブンやグラビアで、棒付きキャンディを頬張っている姿を見せていたが、後に、セルジュが書いた歌詞に秘められていた、別の意味に気づいて、人間不信に陥り、恥ずかしさと、怒りから数ヶ月部屋に閉じこもってしまった。1967年、セルジュは、既婚のブリジット・バルドーと関係を持つ。 この年にはバルドーに、ハーレー・デビットソンなど、多数の曲を提供している。ジュテームもは、ノンプリュ、ジュテーム、モアノンプラスもその一つであるが、バルドーは、当時の夫、ギュンターザックスの怒りを恐れ、この歌のリリースを拒否する。詳しくは、ジュテームもは、ノンプリュを参照。翌1968年には、セルジュとバルドーのデュエットなどによるアルバム、ボニーとクライド、 ボニークライドがリリースされている。1968年、映画、スローガン、スローガンで、ジェーン・バーキンと共演する。当時20歳のバーキンはセルジュに一目惚れし、同年のうちに、ジュテームモは、ノンプリをセルジュとユエットするなど親密な関係となる。なお、バーキンが、ジュテームモは、ノンプリオを歌ったアルバム、ジェーンセルジュ。 ジェーン・バーキン・イサージュ・ゲンス・ブールにはセルジュ歌うれ、数セッも収録されている。バーキンの希望により二人は法的には結婚せず、彼女は後年、セルジュからの求婚を断ったことを後悔している。しかし家庭生活は円満で、セルジュはバーキンの連れ子、ケイト・バリーを我がシノーに育て、1971年には二人の間に、 娘のシャルロット・ゲンズブールが生まれた。イゴ・セルジュは、バーキンのために、多数の曲を作る。デュエット曲には、ジュテームモア、ノンプリュと同様、性行為を歌った、デカダンス、ラ・デコドンス、1972年がある。1968年、フランソワ・ーズアルディに、さよならを教えて、コマンテ、ダイアー・デューの作詞を担当、ジャック・ゴールド作曲。 アーノルド・ゴーランド作詞でベラリンが1967年に歌ったイット・ハーツ・ツー・セイ・グッバイのカバー。これがきっかけでアルディはセルジュともバーキンとも親しく交際するようになる。セルジュの死後もアルディはバーキンのアルバムランデブー・ロン・レイブ2003年にシュラニーで参加するなどバーキンとコニーである。1973年 心臓発作を起こして倒れるが、セルジュは入院中も、デオドラントで匂いを消しながら、こっそり喫煙していたという。バーキンは、家庭のために健康にも気遣ってほしいと懇願するが、セルジュはそれを聞き入れず、以前と同様の飲酒と喫煙を続ける。これも、一因となって、夫婦の争いが多くなり、セルジュはバーキンに暴力を振るうようになる。1979年、 フランスの国家、ラ・マルセーエーズをレゲエに編曲した、オー・アー・マイ・セイター・アー、祖国の子供たちへをリリースする。この時代レゲエに傾倒していたセルジュは、新作のアルバム、フライト・ジャマイカを、ジャマイカのキングストンで録音する。この時、ボブ・マーリーのバックボーカルを務めていたリタ・マーリーが、参加しているが、ボブは、後で、リタがエロティックな歌詞を歌わされたとして怒ったという。 1980年、セルジュはバーキンと別れるが、その後も曲の提供は続ける。1980年からモデル、歌手のバンブーと同棲、正式な結婚の手続きを取らず、最後まで事実婚状態であったが、バンブーがセルジュの最後のパートナーとなった。二人の間には、ピアニスト、作曲など音楽家として活動するルルゲンスブール。 1986年生まれ、がいる。1979年に発表した、フライトジャマイカは、右翼団体に問題視され、その後彼はたびたび襲撃されるようになる。1984年に競売で、ラ・マルセーエーズの著作権を買い取ったとき、破産する覚悟で臨んだという本人の談がある。1984年、当時13歳のシャルロットとのデュエットで、 レモンインセスト、レモンインセストをリリースする。これは、ショパンの練習曲補聴調、別れの曲に、インセスト、インセストという題名の通り、セルジュとシャルロットの関係を思わせるような歌詞をつけて歌ったものである。1986年には、シャルロットのアルバム、未少女シャルロットをプロデュースして、同作でも2曲で、シャルロットとデュエットした。 晩年、テレビに出演する機会は多かったが、髭も剃らず、しばしば酔ったままで現れた。ホイットニー・ヒューストンと共演した時には、I want to fuck you と発言した。1990年、フランスのグラミー賞と呼ばれる音楽の祭典において、名誉賞に輝くも、翌1991年3月2日、死去する。死因は、心筋梗塞と考えられているが、発見時、 すでに死後どの程度の時間が経過していたか定かでない。遺体はパリのモンパルナス墓地に埋葬された。セルジュ・ゲンスブールの墓を訪れる人は後を絶たず、彼らがリラの門の切符切りにちなんで地下鉄の切符を備えるため、墓の周りにはいつも無数の切符が散らばっている。楽曲を提供したアーティストは無数であり、特に女性が多い。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。